山田勝造は、福井県の実業家。山田昌治、株式会社創業者。福井実業高校卒業。福井の不動産王として知られる。カツラ着用者である。大いに、プロ野球選手の山田信義がいる。2013年8月28日午後2時ごろ、肺炎治療のため入院していたら市内の病院にて死去。満68歳没。 福井市在住の大金持ちとして TBS、アッコにお任せ、など、たびたび、マスメディアに登場している。高島屋で販売された、ハローキティペンダントを側近で購入した。大の長島ファ班であり、福井市内にある敷地830坪、時価20億円の豪邸には、長島茂雄の等身大の銅像がある。敷地周辺には駐車場が多数あり、 大事な牛ぶりを発揮している。2007年4月には自宅を改造し、スポーツミュージアム、山田コレクションを開館した。株式公開直後のセブンイレブンに1億円を投資したセブンイレブンの個人株主の筆頭と称していたが、上場当時から半期ごとに公表されているセブンイレブンの大株主上位10名には一度も名前が出ていない。現在セブンイレブンはセブン アイホールディングスに再編されているが、最大の個人株主は現在まで一貫して、伊藤洋華堂や、セブンイレブンジャパンの創業者の伊藤正都氏である。ありがとうございます。